発見した時のですね、はい、状況ちょっとお尋ねしますけれども、はい、山のですね、南東斜面約5000フィートぐらいの位置でですね、はい、山林火災のように炎上中のものが見えました。ああそうですか、その火災の幅といいますか広がりはどのくらいだったんですか。大体100メートル四方かと思われます。ああそうですか、それはあれですか、帯状のようなものになってるんですか。私の見たところでは航空機の形に近いんじゃないかというふうに思います。ああそれはあの航空機が燃えてるっていうのは見えなかったわけですか。航空機そのものは確認しておりません。ああそうですか、はい、その燃えてる状態なんですけれども、はい、かなり激しく燃えてるというような。もう中央部分はだいぶ下火になっておりました。周辺部分で特に機種と思われる部分で火星が強かったように。ああそうですか、はい、周りのその土地ですけれども、はい、それは近はですね全周山林でですね、はい、道路等は全く確認できませんでした。ああそうですか、そうしますと周り人家とかそういうような、はい、一切ありません。ああそうですか、はい、かなり山の深いところで、そのように思います。そうですか、はい、その後はですね、はい、そこでの他の救援隊とかそういうものが来るような手配とかそういうものはなってきたわけですか。他の航空機が米軍の航空機も含めてですが、はい、延べ、3機確認をしました。あそうですか。地上のですね、パトカーか救急車かは分かりませんけれども、はい、2、3キロの地点、3キロぐらいあったと思うんですが、地点まで来ておるように思いました。なるほど。